メトポン、またはゴメチルジヒドロモルフォンは、1929年に鎮痛剤として発明されたオピエートのアナログで、ヒドロモルフォンのメチル化誘導体である。メトポンは、薬品として用いられることがある。ヒドロモルフォンよりも作用が長く続くが、強度が弱く、傾向での生物学的利用能は、かなり低い。一般的にメトポンは、モルヒネと比べて、吐き気や、 呼吸障害になる可能性がかなり少ないものの、よく用いられる他のオピオイド系鎮痛剤と比べて利点はほとんどない。カナダでは1948年時点で悪性痛のために蛍光のメトポンの塩酸塩の 8mg の錠剤のみが入手できた。パークデイビス CEO が製造し、医師と病院のみに販売され、薬局には販売されなかった。 カナダで現在もメトポン錠剤が製造、販売されているか否かは分かっていない。メトポンの錠剤、アンプル、座薬は特に慢性痛用の患者が自ら用いる鎮痛剤としてスイス、オーストリア、ドイツ、そして大陸ヨーロッパのその他の国で手に入る。アメリカ合衆国では1970年の規制物質法で不評通に掲載されており、 研究用にのみ認められている。アメリカ合衆国でも1950年代までは特に使用に対する医薬品としての使用が見られた。現在、メトポンは連邦官報による毎年の製造割り当てを受けておらず、大規模な研究はドイツ、スイス、オーストリアで行われている。メトポンの合成、ありがとうございます。